リスキーダイス、よいしょ、始まりました、始まりました、リスキーダイスでございます。素晴らしい番組が始まりました。うるさいな、お前は。行くよな、え、行くよな、さすがにスッポに、スッポ行きました、よかったです、よかったです、よかったです。すげえ簡単した、めちゃ勝つんじゃん。よし、いや、来た？ある、これ下に止まれば、よし、玄関攻め下がりました、うわ、完全勝利です。4個のスマッシャー、あーでもすごい、平均以下、あ、平均以下ですかこれ、いや、わかんない、わかんない、なんか、取れてんじゃない、0個で終わることも全然あるみたいです。あ、まあ、なるべく投資を抑えていただいて、確かに、一応不安、一応不安になってた、はい、不安は不安なので、俺3万入れてよ、もう次4枚目だよ。そうだね、ちょっと、うん、もう知らねえよ、もう行くとこまで行ってやるよ。チャンス見てたからかな、 あるかもしれないですね。あ、これ当たるんじゃない、あ、赤吉田、吉田行った、これ当たってる吉田じゃない、吉田本線の時も行くもんね、なんか、はいはいはい、2だったらモード C 示唆らしいです。どれ、あの赤い吉田、あ、そうなんだ、2ってホストいっぱいあるんだろうな、多分、まあでも多分一緒でしょうね、その辺は。あ、でもこれここで引けないとダメなんだよな、ふざけんな。なんだお前、なんかすげえ今天井人みたいな笑い方してたね、俺の外れたのみたいな、みたいな、なんとかダエーって言うてましたもん。爆ガチダエー、そういう景色なのか、あの、まあ、丘の上とかに住んでる金持ちの人たちってなあ、だいたい丘の上住むもんな、もう僕サイコロのことしか考えてないですよ、確かにな、ダイスだよね、緑外れたわ、ここ緑だったのに、どうちょっと待ってください、いやもう皆さんもダメだよ、俺らダメだよ、もうひどくねこれ、借金返して目標あんの今、返し切ってさ、はい、バーンって人気になって仕事でまあお金稼いだりしたら、なんかこれしたいとかは、これはしてみたいみたいな、いやもう金持ちがやれることってあるじゃないですか、もう時計買うとか車買うとか、それを一個ずつ全部やりたいです。あ、いいね、一個ずつ全部、時計じゃあ俺とミラさん選んどくから、選んであげる、あ、選んであげる、ちょっと待ってください、あんま相場分かってないんです、えぐいっていうことは分かってないです、ちゃんと高く売れるやつを選んであげる、うん、そう時計はね、高級は金利かかんないからローンも組めるし、あ、そうなんすか、あ、組めば、え、買っちゃえばお前この番組で時計、あ、行く、それ一つの目標に、買ったらもう負けらんないからさ、なるほど、え、でもちょっと待ってください、時計の相場が分かんないですわそれまず教えてもらうことには僕買いますって言えないですか、いや時計いいな、いいな、いいなと、もう買うことなんてません、羨ましい、羨ましいとかじゃない、まだ僕買うって言うてないんです、時計欲しいわ、マジ羨ましい、ちょっと待って、ロレックスとか正規じゃ買えないから、もういや、そしたらだからもうやっぱ中古で買うしかないね、まあ、でも中古でもなかなかの値段、中古でもじゃん、中古の方が高い、中古の方が高いんだよ、だから嫌なんだよね、だから正規で買えるならみんな買いたいの、買いたい、買えないのよ、トンチ、どういうことえ、どういうこと、そうよ、トークが金持ちすぎる、じゃあもういい、分かった、じゃあそんな言うなら車にするか、そんな言うならそんな言うてました、いや僕免許はも免許持ってないですよ、そもそも、ああ、そっか、免許ないんだ、免許ないです、どこにモテる要素あんだよあいつ確かにやりまくってるらしいけど、ね、やりまくってんの、やりまくってないです、すみません、やりまくってんのか、やりまくってないです、すみません、できるだけ軽いの紹介してくださいよろしくお願いします口の硬くて軽い子よろしくお願いします口硬いが一番大事ですね、はい、大事です、大事ですね、一番の大事なところ、はい、ちょうど加藤君と僕真逆に進んでる感じ、本当だね、本当に真逆ですね、サマエ2人で8万円分ぐらい、そうですね、でこれフィア出てさすがに半分ぐらい取り返さんときついぞ
あ、違うか、考え方違うんだ、取り返すじゃないんだ。俺が軍師出さなかったら出した分だけもらえるから。そうですそうです。なんで出た時点でプラスです。半分取り返したじゃないんだ、プラスなんだ、はい、一生プラスです、当てれば。すごい番組だな。 そうですよそうですよ、めちゃくちゃいい番組ですよ。そういうことか。わかる、聞こえねえ、黄色。まあでも C 以上だと。いやもう C もクソもねえか。もう天然天然鳴らす鳴らす。最悪だ。おわーしゃー、いいですね、プラス。これでプラス、めっちゃ喜んでる。これでプラスだ。プラスよ。そうですよ。よしよしよし、常に当たればプラスです。ゼロ。加藤君これゼロだと良かったとか覚えてる？覚えてない。いやなんかでも基本的にゼロのとこで告知されることが多いっぽいです。じゃあこれがデフォか。オッケーオッケー。おぼろとかじゃないね。はい大丈夫。そろそろ切れるかね。そうなんですよね。でももうここからストックなくなったんで、月下殲滅分が。というか僕 BGM 流れてましたわ、イヤホンしてて気づかなかったですけど、これ切れます、継続するんで。切れます、切れます。もう2300、2400枚いけば確実なんで。あ、勝った、よかった。まあまあね、でもまあ行きたかったけどな、よかった、初めて1戦目超えた。だから次が合格じゃないですよね、そこですよね、そこ結局。そう、あ、うわっ、あ、でもここで行った。あー、よかった。うわー、よし、おー、うまい、これはよかった、はい。まあ移動するなら今っちゃ今なのか、これ終わったらぐらいか。おお、これで1個っすよね、よし、ありがとうございます。はい、もうなんか全部黄色いシナリオ。オール C があるから俺オール C かな。オール C かもよ、安定だよ安定。じゃあ 50% の上が 80% ってこと、この台は。もう加藤君合ってる？僕はそういう認識で打ってます。俺と水瀬さんにこういうの任すなよ。そうだよ、そうです。行きましょう。今の私が変なおじさんですぐらいのね。そうですだって、ね、そうです。本当だよ、もう知らないですよ多分。知らないの？変なおじさんも知ってますよ、さすがに。さすがに知ってます。あ、そう、知ってる。さすがに知ってます。世代的に知らないんじゃないかと。なんで僕志村さんを知らないわけがない。いやいや、変なおじさんだって俺子供の頃だよ。そうだね。いや、いました、いました。僕の子供の頃も変なおじさんはいました。パイのパイのパイとか知らないだろ。チンチロリンって知らないだろ。出た、懐かしい。知ってますよね。え、知らないでしょ。わかんないさ、知らないだろうね。お前それで志村さん知ってるとか名の言うなよ。そうだよ。パイのパイのパイだ。私もめちゃめちゃチンチロリンパピアントクワントって知ってる。そう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 、そういうのもありますよ。なんか北天佑みたいなやつ。超優ラー油アイラブユーみたいな。あ、わからん。知らないでしょ。お前何も知らないじゃん。大丈夫だーてん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 て持ったからさ。そうそう、太鼓ね。そうそうそう、ありますあります。何も知らなくても BC 弾けたんで大丈夫です。はい、 BC 弾けたんで嬉しいです。初めて天井行った私も BC 天井。俺2連続行ってますから。いや、それはそれ4万入るわ。白いじゃねえかよ。どういうことだ。おもろでもやめだ、やめよう。これで入んなことやめよう。いや、ありです。マジできつい。
対ないじゃん。うわ、流れも失敗。これ、なんだっけ、B 城だっけ。なんか、B 城とかじゃないですか、そんなに強くはなかったです。どうしよう、もうこの台もきつすぎるわ。一回見てきて、空いてればじゃないですか。見に行ってこよう。空いてないんで、あんまり。そうですね、角も高いですね。いや、本当もう空いてないですよ。それ以上行ったらもう、そうですね、追わなく、追わないといけなくなっちゃいますもんね。やべえ、46。さあ来た、鬼門だ。あ、夜だ。あ、どういうシナリオこれ。おい、玄之介大丈夫か。え、ヤバめっすか。いや大丈夫、さすがに。ああ大丈夫、これ先に一個収集入る。うますぎる今日。ほんと口悪いよな、ずっとずっと。え、やばい、夜負ける。いや復活。え、うわ、マジっすか。先に帰国収集って入ったのに、この後復活ある？ないよね、もう最悪だ。では参りましょう。さあ、僕は12戦も、ね、継続濃厚なんでエンディングは行きます。どっちにしても祝宴チャレンジには行きます。12戦行ったの？え、12戦も行きましたし、もうプラス1000倍も突破してるんで、どっちしても。俺赤で普通に負けたよ。怖いっすね、それ見ると怖いっすね。いや負けるよ赤。まあでもそうですね、僕は負けてないっすね。まあ、下に見てるだろ俺のこと。いやいやいや、ちょっと待ってください。俺のこと下に見てる。卑屈に並んでください。見てないです、見てないです。僕が見てるのは今日も大ケチ振った変えることだけです。でも水瀬さんの方がもう回したらやめられなくなります。俺まだ 1発目だから。あー、そっかそっか、やめれない。じゃあやめ、でも次も B だったらやめてもらっちゃう。4スルーでしょ。でも B さん早く引きないんだけどね。いや4スルーまで行ったらもう行くしかないんじゃないですか。さすがにそうですね。俺拾いますよ、そしたらそれ。そんなことあります？身内で拾い合うことあります？どうしようどうしよう、マジでどうしようって言いながら回してるこの絆、懐かしいわ、なんか。BC が頭早いだけに、なんかちょっと回しながら、いや考えちゃうみたいな。で負けるやつね。そうそうそう。いやもう、いやなんか天然打ちたくねえ。なんか俺打ってこの後やっていいことしても、あ、それさっき加藤君やったやつだって思われるのがムカつくわ。確かに確かに、ね、あ、すごい全部出てますよ言葉に。お前の2番センチなんて死んでもなんねえバーガー。あーすごい。罵倒された最後は。こんな人間には皆さんなんないでくださいね。なんかたまたま幕開入ってるとかねえかな。なんでこれ幕開6回入ってる、合わないですよね。でも AD4 回ってたね。だよね。じゃあ6だ、これ打つわ、からくり打つわ。BC か、巻き物が刺さってました。よし、まだ祝宴やってないの？まだやってないです。あの BC でずっとつなげてます。めちゃくちゃうまいんだけど。16戦目まで行ってます。はい、そうなの、はい、上すぎるんだけど。247ゲーム、やっと当たった。天井にもいかなかった。これマジ入ってくないと困る。チャンスで4発、青いんですが上がってないでしょうか。あーやだなー、やだやだ。これ巻物引いたけどそれでも抽選してるもんね。 BC 中巻物引いても、はい、多分 25% とかだと思います。同色が多分75%は、その辺は変わんないと思うんですけど。
源之助様絶対にやめるね、これで入ったら強チェも引いたけど、あ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 、次ですね。第一、第二は出たけど、はい、どうなんだろう。ありそう。いた、あ、いました。どっちから当たったっぽくない強チェかチャンスリプレイがどっちから当たったっぽく、ね、多分どっちかですね。え、皆さん当たったんですか。やっとバジリスクタイム入りました。あ、フォロスタートじゃないですか。あ、フォロだ。え、ちょっとやめてよ、裏切らないでよ、皆さん。大丈夫、こういうのもすぐ終えるのが私です。最高ですね、ここ飛ばしただけもらえますよ、俺だけ大敗やだな、なんか。いや、大敗の匂い私もしてますよ、これやめて北斗とか打つって当たらないで終わるみたいなまあでもどうせなら出してもらった方がいいのか、俺が払う可能性のことも考えとくが。いや、もう大吉引けばいいんですよ。そうだね、いっぱい出して大吉引いたらもう免れるんで、もうそこはもう金額気にせず行きましょう。確かにそうしようよ、そう、それだな。なんであいつ一番金のに一番なんかあのポジティブなんだよすいません、背負ってるんで。金のありがたみを逆に分かってないだろそこは背負いたくないんですよ。あら、珍しい、こっちでこっちのチャンリップで当たった。え、あの手前側 のバトルの前、はい、水槽。うわぁ、珍しいですね。珍しい、一回もないですもん、こんだけやって。私も初めて引いたいいですね。ストップしろ。あ、継続は確定してますね。いや、あるぞ天国ワンチャン、これ。あ、当たるわ、天国だ、多分拾えた。30ゲームで回して今100なんですけど、90なんですけど、多分当たる。熱っ、多分いける。うん、当たった、天国拾えた、ラッキーラッキーラッキー。枚数まだ5持ちコインですわ。でこれで俺が当てちゃえばいいんだもん。いや、あれチャンスゾーンが当たるだけでしょ。はい、チャンスゾーンです。そうでしょ、チャンスゾーンむずいじゃん。いや、チャンスゾーンなんて、そのチャンスゾーンむずいって。みなしさん、俺を誰だと思ってんすかやりますよ、それぐらい。やりますよ。クリさん無言ってことは子役引いてないんでしょうね。何、おい、はい、クリさんの声聞こえてこないんで。そうなんだよ、絶対子役引いてないんやろうなと思って。一回引かないと話なんで、スタートラインに立てない。リアクションが全然飛んでこないんで。多分真剣に叩いてるんだと思うやべ、あ、やべって聞こえました。やべって言ってるから。あ、やべ、一回も引かずにラストゲームいったラストゲーム、あ、ここで引けばいいんですよ。結構最後に引けることもない。そうです、そうです、最後のレア役。はい、いや、右手も左手も信用なんねえな、自分の。どうしよう、右手、左手、叩きましょうか。俺、プライドが許さない、おめえが叩いて当たった方が左だ。ある、外したけど、はいはいはい、一応 C 以上の下、あ、白金の背景です。そうです。うわ、まあ、ダメだけどね、もうな、くそマジかよ、なんだよあれ、天国で当たって。これマジ着地仕事しねえよな、どこ当たんないね、着地20% ぐらいかな。 20% でも僕結構刺さってます、さっきからうまいこと言ってますみなせさん、いつ褒めんだよ、大のこと嫌いなんだよ、絆ずっと僕言いながら打ってるよ弱って何なんだよ弱ってマジ仕事しねえんだよあ、してます、仕事してます、仕事してます、当たった、褒めてあげてください、仕事した、褒めてあげてください、褒めてあげてください、褒めてあげて。だから文句言ったら大体こうなるのあ、すいません、加藤、エンディングまで残り8枚っていう表示が出ました。なんでこのベルで、よかったね、これでエンディングに行きます。さあ、これでエンディング終了でございます。19戦
3788倍。まだまだです、まだまだいきます。さあ22ゲーム2回目の祝宴チャレンジでございます。いってきます。簡単なんで、そうですね、頑張ってください。もうイメージはできてるんで30ゲーム耐える、レールさえ引いてりゃいけるんで。いいですねこの入り方。よし、では2度目いきます。えっ、強チェリー、いやジャックか、ジャックじゃダメなんや。いやチェリーダメなんやな。いやーボタンすら出てこん。まだノーカノーカットイン、カットインはゼロです。でもなんかやっぱ30ゲーム耐えるってちょっとグーってなりますわ。いやカットイン出づらいじゃんマジで。そうですね、最初の方に出てほしくないですわ。そうだね、後半に1回目引っ越しても20ゲームいく、はい、最初の方に出るならもうカットインで当てるっていう気持ちでやるじゃないですか、ね、まだ1回も出てないですわ。大丈夫じゃないじゃん、いけそうですね。ああ出ちゃいました、当てればいいじゃん。青やけど揃って前、揃わない、2回、今何ゲーム、あーラスト半分15ゲームです。15、わ終わりそう、マジか。あでも赤かったけど、よし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 、赤かったけどダメなんだ、やば、出ちゃった2回目。あ2回目、2回目です、やばいです、やばい。あと12ゲーム、やばいね、やばいですね。これはちょっと揃いに行くレバーを叩いた方がいい。うーヒリヒリする。よしよしよし、レア役刺さってまい。いやー何ゲームや、今何ゲームや、怖い。今見ちゃうか、見ちゃおう、あと4ゲーム、あーいけるいけるいける、よし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 、これで27 28 29、はい、あ、耐えました、いけました、よっしゃ、あもう成功、はい、成功です、よし、おめでとうございます、やりました、よし、簡単ですね、簡単でしょ、これ100%じゃん、簡単ですわこういうゲームって普通むずいじゃん、はい、これがね、簡単なの、マジで簡単っすわ。もう一回月下選別入れます、よし、おもろ絆ミラシさん続いてんすか、終わりました、あ終わった、終わってました、終わりましたよ無駄に強制とか引きまくってベルなのに、何枚で終わったんですか500枚ぐらい、あクリさんも500枚ぐらい、ね、僕もそんぐらいですね、その辺でストッパーかかってんだこれ定設定はないです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 、あれは絶対あります。さあお、いやここはあれか、有効じゃないか、完全勝利はあれか、挿入の時に行ってからですね。ここ出てこない、でもいいんじゃんそれ、ああ有効じゃないの、有効じゃないみたいですね、違うんだ、もったいな、なんかもったいないですね、あーなんかちょっと違うな、おうまっ、よしストック、ちょっとタイヤどうですか、相手が見てこよう、空いてるわ、いやでも悪くない、あ移動します、ファイアドリフト、はい、
さあということで、兄さん姉さんとの会話が途切れまして、加藤は月下殲滅チャンスでございます。本当にね、僕はもういっぱい出てるんで大ケチ引いて持って帰るだけなので、はい、あんまりヒヤヒヤもしてないんですよね。僕この番組ノーリスクやと思ってるんで、そもそも。いや、こんなん喋ってる間にちょっと引かなあかんよ、集中せなあかんな、今集中すべきところやから。何か強めの演出が走ったらそれだけで嬉しい。ちょっとちょおじいちゃん、いや今日チェリーでもいいやで、ほい、いや違うな、うん、チェリーでもいいやで、これ2回目も月下殲滅入れたら取れないもんな。ちょ耐えて耐えて、いやー終わった、くっそー。ということで2回目の月下殲滅チャンスは取れず、まあ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 、でももうこれ C と思ってやるしかないわ。次が直撃で当たると思ってやれば別に全然苦じゃない。不安になるな。あ、これ当たるだけだ。 C じゃないぞ、これは。394ゲーム、じゃあ全然ハマってない。この台自体ね、すげえハマりはないんですよね。ただまあ出せてない。45000やるしかねえか。ほんとやるか。 C じゃなかったけど、当たった。聞こえました、カタ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 、当たりました。なんなら恋愛ではない。ありがとうございます。まあとりあえずもう恋愛、弱恋愛でいいから。ナイス、下パネ消えました。もう3桁ねえかな、下パネ消え。マジで3桁じゃん、やった。振り分け、あー100か。いやでもいいでしょう。いや 3% ぐらいだっけ。キュッ。まあちょっと他の台探そう。今回今180枚だから、まあ分子金は俺払わないとしてもプラス180枚でしょ。もうちょっと増やしてんだよな。でもよし、いやすごいな、移動して天国で当てるプロだな。人様の天国奪うのだけうまいわ俺。今日奪うって言い方です違うな、拾う。やってるわ。復活はないと思います。黄色コイン一応もう設定した。ふざけんなよ、やめるか。じゃあまあやめてもいいっすわ。まあやめますか、持ってもきりねえし。22枚は使うか、さすがに。はい、というわけでファイアードリフト開いたので打ちます。一応まあザクチェとか引いて高額持ってってミッション、1ゲームから3ゲームのミッションにぶち込んで、ミッション内で、まあ、リプレイで解除するか追加で解除するか、まあ、それ以外で当てるか。もう基本あのミッションなしでの当たりは少ないので、広角に持っていくのが一番大事な台ですね。あーでも回数出てるな。弱地から1で 31% でも36%か、そんな下はないのか。広角行くだ、リプさんが1、あ、行きましたね。1だと25.8%で6.40%か。ミッションください、右から来てください。落ちる前に1個ぐらいミッションください。あ、来た来た来た、書類渡して。違う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 、
白い色にして、あ、今リプさんした、やばい叩いちゃった、あ、リプ4じゃないこれ、いやこれベラ来た、解除しました、ボーナス来ました、まあ宿り音すごい音じゃないあ、なんだろうなボーナス、リプさんだと何とか対応 あるのかもしれない、あ、めちゃくちゃ滑りましたね、負けかしら、違います、あ、これですね、ピックです、やった、エミッションに行かないで自力でリプ4させましたね、一応これで合格のゲーム数を増やしていく感じです、ボラス5の、これ目押しミスを出したらダメなはずなんですけど、めちゃくちゃ簡単な目押しなんで、あとこれジャックインのタイミングによって枚数すごい変わるんで、なるべくジャックインしかないで早くゲーム、お、ピコッと、ファイヤーモード行ったことないんだよな、あー、追加成立 2.3%、 ボーナス 2.7%、 厳しいこの後の車の数とか、これ通常パターンによってなんかこう飛車広角長いですよとか示唆してる、ハイウェイを駆け抜けろ、追って、これ大体横、あー私なんか設定できるんですけど、横コーンがあったら、まあこれ普通のミッションなんで 50%、 まあリプレイかスイカか、まあベルの時もあるんですけど、横コーンになってないと激サムなんですよ、あ、だった、どうしよう、どこ押そう、スイカだったら 99% で当たるんですけど、これどっちかじゃないですかリプレイだったら 50% なんですけど、リプレイですね、まあでも 50% で当たってますから、これもう一回欲しかったですけど、え、嘘でしょ、外しましたよ 50% をやばいっすねこれ、音鳴って、音鳴ってよ、あ、来た、普通に押します、リプレス、あー、なんかベルもあるんですよ、あー、ベルだ、最低、あ、違う、あ、スイカです、これスイカの代用メガなんで 99% 外れたら怖いっすよね、リーチベルってます、忘れてます、あれがスイカの代用薬なことすら忘れてます、初日に打ったっきり打ってなかったです、これも負けなんだよな、大体まあでもね、まあ今日で新番組が始まって、これ一発目の動画ですよ、これ一発目の動画、僕のことを初めて見たよっていう方ももちろんたくさんいらっしゃると思います、初めまして、ご挨拶遅れました、ご挨拶遅れましたいつ挨拶してんねんって話やけども、やっぱその新番組一発目、ね、パチスロ的な見せ場ね、やっぱり必要、もちろん必要、そこでやっぱこういう風にね、見せるものをしっかり見せれてるっていうこのね、パチスロ演者力が、まあやっぱ今日はさ、3人の中では僕が一番高かったのかなっていうところですよね、まあ強チェリーも引いちゃうんですよね、すみません、もうね、兄さん姉さんの声は聞こえてないので、あ、言わせていただきます、この番組僕が背負います、はい、主軸でやらせてもらいます、勝手に自称エースを名乗らせていただきたいと思います、なんでこんなに強気なことを言っているか、兄さん姉さんは自分が出る番組を確認しないそうです、一人になって何を言ってもバレないです、はい、だからね、やっぱ兄さんと姉さんがね隣にいた時もね、やっぱ一番後輩っていうのもあってね、あまり出てらっしゃらなかったので、ちょびっと
気使っちゃいましたが、本当に大声張り上げたいぐらい嬉しかったです、はい、だからもう、ね、移動なされたということで今言っとくか、ケツの面白い。こんなのもう本当に全国のパチスロ演者全員出たいやろ、みんな指くわえて見てる、なんていい番組だ。おすあ、キョチェリー、こんなにもいい番組ないよ本当に。はい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 、白の BBC いったぎゃっしゃ、あらーす、これ全部僕のもんです、全部僕のもんです。去年お昼ご飯行かせていただいた時にね、有益な情報を手に入れました。兄さん方が言うには、時計って最初に買ったら何年後かにとんでもない額で売れる可能性があるらしくて、だからもうこの番組をもうずっと続けるでしょ、ずっと続けて、で毎回出玉獲得していくでしょ、で時計を買うでしょ、ね、時計を買って、それ買っただけで3年後とかに100万で買った時計が400万ぐらいになってる可能性があるんだって。ちょっと待って、僕この番組のレギュラーで時計変えてまうかもしれへん。ほんで何年後かにうん百万を手にしてるかもしれへん。だからこれリスキーダンスじゃないな、番組名ロレックスチャンスや。はい、ちょっと下手やったね。あたーす、あたーす、天才的にうまい、サンキュー。うわー、これうまい、絶対引いたわ、うますぎるやろ。ずっとうめえな、素晴らしい、本当に。はーい、ビジー、これすごいわ。さあ5000枚突破、これもしかしてやつが見えてきてんのか。あんまり口に出すと逃してまうからあんまり言いたくないんやけど、これちょっと一旦折り返しやわ。大丈夫、自信持っていきましょう。ん、大丈夫、え、あ、やばい、まだです、え、終わっちゃった、終わっちゃったな。ということで10戦の5268枚獲得で終了。まあまあまあ、でも一旦終わっちゃいましたけども、ここから、駿府城行って、はい、セリフも天然なんで、さあでもう一度駿府城に行って、3度目の、チャレンジ。でももうちょっと自信ある、30ゲーム耐えるゲーっていうのが分かったから、まあ、でも一応カットインを揃えるレバーは叩いておこう。そうねー、20ゲーム手前ぐらいまでは1回目のカットインを引っ張りたい。よし、いいよ、もうこういうので成功してくれてもいいのよ正直。レア役はおまけと捉えるもん。30ゲームや、30ゲーム耐える。うわ、出ちゃう、ちょっと早い、挟んじゃおうか、いやちょっと甘かった考えが。大丈夫、今何ゲーム、今15ゲーム、今で半分、今で半分やったらいけるよ。次が、次は出てほしない、もう28ゲームまで出んといて。よし、 OKOKOK、 このドゥーンは
ドゥーンはむしろありがたいのよ。レア役の可能性もあるし耐えれてるし、現状ドゥーンが一番嬉しいな。いけ、いったやろ。よし、巻き戻れシャッシャロンです。はい、ということで3回目のチャレンジ成功。うまー。おい、どうしたよ今日。いいよ、こういう日に出すの。こういう日に出してノーリスクで持って帰るの。ここちょっと一旦すごい緊張すんのよな。エニシ、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 よし、エニシ&チェリー、強めの演出走ったらこっちのもんや。やめて、そんな攻撃せんといて。おじいちゃん来い、うー来い。うわ、惜しい。頑張ろうおじい。やめて、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 年季やめて。 OK、 ナイスナイス、おじい。 OK、 あるよ、マジであるよ。一角ズドン、これ一角ズドン。うー、やめてよ年季。はあ、よし、耐えた。いやもうちょ、年季の猛攻が止まらんて。年無情にもおじいが飛んでいく。あー大丈夫じゃないかこの発展は。あー違うんや、急に怖いんやけど。え、大丈夫よな。あ、これやばない。あ、いや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 、あぶな、あぶな。よし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 、耐えた。いや大丈夫やろ、大丈夫やろ。よし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 、はい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 、負けるはずもなかろう。はい、よし、ふわー、順調に継続してお願いやから。これやばない。あ、これやばそうやぞ。え、やば。え、届いてないよな先輩。おぼろ？マジかよ。うわ、唐突に終わりました。5000の、結局トータル5840。まあ十分よマジで、十分すぎるやろ。復活はないよね。ないね。出発の準備じゃ寸法いかんよね。いやー寸法いかず。トータルで5000倍ぐらいか。で、あと加藤がやるべきこと、大吉を引くだけ。あ、本当ですか。終わったよ、ほらやめよう、もうムカつくわ。もう金使わない。なんでこれチェリー作るんだよ、バカだな。もうやめ、やめれないんですけど、本当に当たりもしないくせに。もういい加減にお金使わせるのやめてくれないかしら。もうな、うわあ、気持ちいい。いや、あ、直撃で当たった、強制で当たりましたよ。
これか、リック引きました。でもこれ流しすぐやめられないんですよね。あ、4ゲーム続きましたね。めっちゃ滑ってきた。あらー、これですか。あ、違う。あ、初めて引いたハイパービッグ。お、枚数多いやつです。やった。あ、一応取れました。また収穫落としたよ。あ、2個取れたミッション。どうしよう、これファイアボールとか言ったら。言ってないよね。あ、言ってる。え、ファイヤーボード行ってんのこれ。ちょっと待って、ファイヤーボード行っちゃったんですけど。マジか、なんで今行くの。これがさっき言ってたミッション 80% でループするやつです。ここでドカンって、まあ、出るトリガーにはなるんですけど、ちょっと待ってよ。まあ、そもそもミッションもたくさん行かないとな。ファイヤーモード初めて引いたぞ。ここで引くとは思わなかった。まあ外れるけどミッションを 80% でループするんで。ファイヤーモードビッグ2のファイあれか、スイカの 2. 何パーですよ。それ引いたの今、なんで今引いたの。謎なんですけど。あの、それ引いてもこうやってか、あの、何もリプレイとかいけなかったら、ああ意味ないんじゃないんですけどね。これ引くもんね。いちいち今ファイヤーモードまでいますよ教えてくれんすね。じゃあ終わったらこのバババがなくなるってことですよね。今4回目。私本当にあの出だすと遅いってみんなに言われます。だから負けんだよね。だから投資だけして大して出ないで終わるから大体ねえ。今4スルー一切引けないね。やばいっすねこれ。5スルーです。あ、終わった。ファイヤーモード嘘。ファイヤーボード中にボーナスゼロです。何の意味があったんでしょうか。よし、最高の番組です。蹴ってます。こいつもやってますよ。蹴ってます。さん素晴らしい番組です。本当にめちゃくちゃ出したらしいですよ、はい、そう素晴らしい番組でございます。ありがとうございます。本当に本当に僕らが苦戦してる間に、あの僕ちょっとここでもう宣言させていただいていいですか。何ですか。あの僕はこの番組で、いっぱい出していっぱい持ち帰って時計を買います。おお宣言したよ。この番組が長く続けば、あ、なるほど、最終的に時計を買います。たら何連続回避したら、もう買いに行こう。あ、行こう、一緒に行こうね。うん、ちょっと待って、ちょっと待って、携帯で回すか。そんな直近の話ではないです。車も目の前あったじゃん。車もあった、あった、あった、トヨタあった、そこに。トヨタありました。ダイハツだ、ダイハツ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 、マジでやめましょう。マジでダイハツありました。マジでダイハツ、ダイハツやめましょう。一人いなかったですわ。いろいろありましたから、いろいろありましたから。その前にトヨタもあったから。そんな直近の話をしてるんじゃないですか。そんな、まあ、ゆくゆくはね。ああ、行く行くは、まあでも確かに儲かるシステムではあるから。そうなんですよ、持ち帰りさえすれば。加藤君の、はい、もう先言っちゃっていいですか。あ、もうすいません。投資が、8本、はい、368枚、そして回収が、5874枚プラス5506枚でございました。すごいでしょ。ありがとうございました。これ約6000枚ですよ。ありがとうございました。持って帰ります。まあ、僕は5万3000負けです。え、本気だって出たんじゃないの。え、本気だって2回当たりましたよ。え、回収1回か。出たんじゃない。それも覚えてないです。何回だったかも。1回ですか。回収は、え、回収はねえよ。最後の最後までクランキーとか回してたよ俺ギリギリ。あ、そうなんだ。1枚も返ってこなかったよ。
まあでもこれがタダになるかもしれない。あ、そうですね。俺はタダで遊べたってい う, そう最高ですよ。タダで5万円で遊べたんですよ。それだけでも最高ですよ。あ、そうですね。もうニヤニヤしながらそれだけが最強ですよとか言うなよ。使ってるわ。お前俺を下に見てるな。いや、見てないですって。そういうのやめましょう。まあでも5万3000円です、僕は。はい、5万3000円。水瀬先生は。私はサマハセ使って、はい、最後、956枚ファイアドリフト。ファイアドリフトでね、1000枚以上あったのに最後なんか広角ってなって。でも約1000枚も買えれるわけですね。そうですよ、最後の最後に出して956枚持って帰ります。え、ちょっと待って、3万8000円の5万3000円だから5、8、9万1000円の8000円で、はい、8000円だから、ちょうどいいじゃん。払う、ちょうどいい。10万9000円、うん、だから本当に来るじゃん、よかったね。いや、よかったです。確かに、いや、よかったです。払えるじゃん、あなたは。払いたくないんです。払えるし、プラスじゃん、払っても。はい。じゃあ、そう、まだ収まる。なんでその、払ったら超かわいい、超かわいいやつ。超かわいい。超かわいいやつ。うん。大吉を引いてみんなで笑顔で帰りましょうよ。やめましょう、ギスギスするのは。まあ、そうね。でも、さっきね、ちょっとディレクターさんとお話ししてたら、はい、まあ、要は 85% なんですよ。そうですね。大吉を引くのが。20分の3で。ただ3連続で回避した DMM が全部持つ、はい、持つって言ったけど、うん、要は9回じゃないですか。3回ってことは3人の、はい、3、3、3と9回って、まあ、普通にかけていかないんですよ、はいはい、継続、うん、そうですね。だから、まあ、うちは大丈夫ですよって向こうは言ってたんですよ。普通に考えたらどっかで引きますよと。いやいやいや、まあ、そういうトータルで考えたらあれですけど、この1回1回で考えたら出ないですよ。まあ出ないですよ。そう思います。僕もそう思います、はい、絶対出ないです。だからちょっと怖いのは今日9万9000円で合ってますよね。うん、9万9000円ですね。うん、だ9万9000円ですけど、はい、まあ回避できたらプールした時多分20いくんですよ。だから今日加藤君が本当にプールしない方がいいよ。6000枚出したからもう本当に丸く収めちゃいます。お願いします。何を言うの、何を言わせ、俺行く、ね、俺全然いいよ言っても。あ、そうか、1番、2番、3番だ。あ、そうか、順番はだから負けた人から行こうっていう話だったんですよ、はい、あのプレゼンから行かないと先に出した人がやらなきゃいけない。俺行くよとか。あ、そうか、そうか。あ、全然今かっこよく言ったけど、ダメですか。全然です、全然です。あ、マジか。どうせ1番負けてるから。俺が行ってやるよとか言ったけど、あ、違うんだ。行かなきゃいけないんです。行ってください。これもマジで僕はもうとりあえずクリアしないともうやってらんないんだよ。そうですね。もう回収がゼロなの、ね、めちゃくちゃ複雑です。出てほしいっていう思いもちょっとあります。マジふざけんな。ただ俺何言っても何言ってもいいっすよ。俺マジ出さないっすよ。いや、これこんな出すわけがない。俺が複雑やな、これどう見ればいいんや。俺行きますよ、さっと、はい、出さないっすよ、はい、おお。な回避ですね。震えてたな。回避ちょっと怖なってきた。え、これ真ん中に行くんですか、やる人は。じゃあ次は皆さん、私ですよね。何十何分の何だっけ。20分の3です、3です。ハズレはこれマジで、これやばいですね。ちょっと9万9000円払うんでしょ。そうです、そうですよ。で、私さっき 2.4% 引いたんですよ、ファイアドリフトで。あ、いやいや、もう全然もうこっちの方が確率 15% です。確率高い、こっち。やばいやばい。 2.4% 引いた。ちょ、マジでお願いします。やばい、怖い。いきます、引きますよ。引けうわーって言うのも変だ。だからここまで生き残った。よし、よし、ことはもうこんなに使わないんですよ。やったー、ね、大丈夫、大丈夫。でも40になったらこんな引かないっすよ。引かない。若いのはちょっと、なんで僕追い詰められてるみたいになってますか。なんで大丈夫だ。そんなもうフラットに考えて大吉が絶対に出る。行きますか。ちょっと待ってくれ、でも大丈夫だよ。そうですよ、大丈夫。絶対大丈夫だよ。それやばいですか。その振りやばいですわ。その言い方やばいですわ。安心する言い方しようぜ。いや、みんなで DMM に払ってもらおう、はい、これを目標にやりましょう。はい、皆さん冷や汗かかせますわ。いきます。冷や汗多分かかねえと思う。 DMM9 万じゃ大丈夫。はっ、おおおおお、怖かった怖かった、本物怖かった。いいのか悪いのか、怖い。そうですね、そうなんですよ。セーフです。怖いな、全部切れなかった。怖、次怖。それそうなんです、そう、それ次やべえっすわ。20は確定だよ、それです。最終回します。ちょっと待ちましょう。怖いです。やばいやばいやばい。これプールが一番怖いんじゃないかな。怖いね。
あの DMM さんに払ってもらう方法でね。まあね、それもそれが一番いいんで、はい、間違いないです。僕はもう僕じゃなければいいと思ってる。私もですけどね。それじゃ僕もですよ。どんな3人やどんな3人で始まったのか。そんな3人が集まってるんですよ、ここには。はい、まあでも楽しい実践をね、はい、ありがとうございます。楽しかったです。まあ、こんな感じで最低でも3回はやるってことです、多分。やります。そうですね、絶対やりますね、はい、本当に次ドキドキしながらやりますけど、まあ、皆さんも家族も変わってありがとうございました、はい、ありがとうございました。視聴者様もこの結末、この9万9000の後どうなるのかも、今後皆さんぜひ最後まで見てほしいなと思います、はい、というわけで本日はリスキーです。以上でございます。ありがとうございました。ありがとうございました。本音を言えばもうこれで打ち切りになってほしい。5800円前出して、はい、ねえ。